9月20日月曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声の時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告、広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。はい、皆様改めまして、こんばんは。沖縄支局キャスターの、ボギーテトコンでございます。さて、本日も、チャンネルさくら唯一のバラエティ番組としてですね、今日はちょっと毛色の変わったキャスターを皆さんに紹介したいと思います。さて、今日のキャスターこいつなんですよね。はい、1年前、ちょうどね、1年前に生まれて、スタジオにも何回か連れてきたナビーちゃん、とうとうこんな大きくなりましたということで、今日はナビーちゃんをね、私のアシスタントとして加えてですね、50分番組お送りしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、皆さんこんばんにゃん。はい、今日は娘のリリアにおそろコーデしようと言われて、はい、2人で黒 T とショーパンで決めてみました。美咲です、よろしくお願いします。はい、お名前なんですか？まっすぐで頭の中リリアもうすぐお誕生日のリリアだそうです。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、美咲ちゃんもリリーも黒い格好をしてるんですけど、まるでボーダーコリーみたいだななんて ね思ったりもするんですけど、でも本当にね、皆さん1年でこんな大きくなりましたね。すごいですね。だってずっと前ね、1年前出た時こんなちっちゃくて ねここにいましたよ、テーブルに座って。ここで寝ていましたね、こうしてね。可愛かったんですけども、テーブルの上に乗らないぐらいでっかくなりまして、リーリーのことがなんかめっちゃ大好きみたいで、はい、遊んでほしいみたい。リーリー遊んでってよ、もう本当に動物を、ね、出す番組っていうのは本当に、はい、びっくりした。シナリオ通りいかないというかちょっと困ったもんでございましたね。はい、ナビちゃんお座りしようね。はい、お座り。はい、ということで今日もね、いろいろ、はい、いろんな話題があるんでね、また楽しく送っていこうと思っております。その前にですね、はい、まあ、私がこの、はい、チャイナウイルスに、はい、まあ、罹患して、うんうん、まあ、どうにかこうにかね、こう元気になって戻ってこれたということで、会期祝いということで、視聴者の方からプレゼントが届いているんですよ。その、ね、プレゼント、うんうん、まず一つ目なんですけれど、うんうん、ちょっとね、フリップの方を見ていただきたいと思います。これでございます。うんうん、トン。はい、これ実はね、沖縄ではもう非常にポピュラーな、はい、わかる、さすがわかるよね。まあ、うちのアンチはエンダーと言いますけど、この A&W でちょっとね、美咲ちゃん美味しいのを出しているんですよ。はい、これ何かと言いますと、うんうん、この A&W さんが、ティラミスパンケーキっていうのを出していまして、もっちりとした手作りパンケーキにマヌカルポーネチーズと香り豊かなコーヒーを挟み、ホイップクリームとココアパウダーで仕上げましたと。うんうん、甘さ控えめの贅沢な、ね、ひとときをどうぞということ で、わざわざ視聴者の、うんうん、おかめさんが、ね、片道40分かけて買ってきていただいたんですけど、それを今日皆さんにちょっとね、お見せしたいと思います。はい、今ね、届きました、美咲ちゃん。はい、ナビーちゃんが目キラキラさしております。はい、この、ね、箱のやつは私にですね、美咲ちゃん、これは、はい、これですか？はい、これですね。ナビちゃんお座りだよ。これこのなして A&W って書かれております。それとこれ美咲ちゃんにですね。どれですか？すごいですね、大きい、はい、パフェみたいな。すごい、やった。このクリームは私の方ですね。リーリーとママにだね。そしてアイスクリームはですね、これいちごのアイスクリーム、はい、はい、じゃじゃん、ボギー中佐の方から届いておりまして、今日リリアちゃんが出るっていうことでね、食べさせてあげてくださいということで届いております。早速 ね食レポインプレッションしていただこうと思いますけれど、美味しそう、嬉しい、はい、これとこれ、あとアイスクリーム1個ずつですね、美咲ちゃん。はい、ありますね、はい、持ってきます。はい、はい、ということで、アイス美味しそう。はい、これママにあげて。ありがとう、はい、ありがとうございます。ということでね、美咲ちゃん早速食べてみましょうか。はい、めっちゃ美味しそう。これ実はね、持ち帰り用ということで。わあ、すごい、はい、これティラミスがかかったやつがこうして入って
ておりまして、これ美味しそうじゃないですか。すごい、ティラミスがね。これがティラミスパンケーキですか。そうで、この上にこのクリームをね乗っけるらしいんですよ。でそもそも持ち帰り用はね、美咲ちゃん、あのタイプらしいんですけど、これは店内用ですか。これ店内用のやつがこういう感じになってるそうです。ということで美咲ちゃん、早速クリームかけて、はい、はい、クリームかけて食べてみましょうかね。やった、はい、ということで、めっちゃ美味しそう。はい、じゃあ美咲ちゃん、まず食べてみてもらえます。わー、いただきます。やった、めっちゃ美味しそうだ、はい。すごい、エンダーパンケーキ売ってるんですね。これはどこのエンダーでも売ってるんですか。ところがこれプラザハウス店、プラザハウス店どこだ、限定、沖縄市の方ですね。おー、遠いところからありがとうございます、はい、もう片道40分ね、おかめさん、あの買ってきてくれてね、本当にありがたいんですが、私も早速ねパクリと食べてみたいと思います。クリームがめっちゃいっぱいついてる。いただきます。さあ、じゃあ私もね、あのナイフで切って食べてみようかと思いますけど、めっちゃ美味しい。結構意外にがっつりティラミスですね。めっちゃ美味しいです。じゃあ私も早速、うん、はい、クリームもたっぷり、はい、食べてみたいと思います。香りだけ、うん、これうまい、めさくちゃんこれ、ねえ、うん、やばいですね。めっちゃクリームもたっぷり入ってますよ。だけどこっち甘さ控えめ、うん、うん、ということで、うんうんうん、ナビちゃんは匂いだけね。匂いだけね、うん、うんうん、すごい美味しい。ヘビも食べる、パンケーキ、ヘビもパンケーキ食べてみる。はい、どうですか、美味しい。もうこれは止まらなくなっちゃって、ちょっと、ね、続きまして、この番組続かなくなっちゃう、はい、やばいやばい。博多あまおうっていうアイスクリーム、うんうんうん、で早速ね、これも食べてみたいと思います。イエーイ、イエーイ、あてて、パチ、いただきます。やったー、いただきます。硬いかな、うん、あ、でも下柔らかいよ、おいしそう。あ、これも甘さ控えめ。お、めっちゃいちごのいい香り。美味しいよ。美味しい？うん。うーん。たまらない。うん。酸っぱ、いちごが甘酸っぱくて美味しいです。はい。これなんかすごいね、みさくちゃん。うん。甘さがすごい抑えられていて、ね、いちごの味がすごい前面に出てる。うん。あ、ごちそうさまです。うんうん。しかし今回ね、このように。パンケーキ、はい、美味しすぎるね。ティラミスパンケーキをね、あの差し入れいただきました、おかめさん、そして、うん、アマオウの、ね、アイスの、差し入れいただきました、ボギー中佐にね、うん、心から感謝したいと思います。誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、なんか食べ物の食べ物の番組みたいになっちゃいましたけどね、うん、まあ、そういった感じなんですが、いつものコーナーしっかりと行ってみたいと思います、はい、今週の自衛隊フリップをご覧ください。こちらです。でい、はい、こちらが陸上自衛隊那覇駐屯地に提示されております緊急患者空輸と不発弾処理の復帰後の累計です。こちらが9月19日、昨日、あ、日付多分変え忘れてるんですかね。はい、今日20日、うん、ちょっと多分間違ってるんだと思います、日付が。緊急患者空輸の方が9915件、こちらが先週に比べましてプラス5件となっております。不発弾処理の方が38,707件、こちらが先週に比べましてプラス5件となっております。はい、ありがとうございます、はい。まあ、このようにね、毎週毎週やっぱり数字っていうのは積み上がっていきます、うん。まあ、最近では豊見城とですね、あと浦添の方でしたかね、不発弾処理があったんですが、はい、まあ、そういったのはあの新聞に載っているんですけど、なぜか不思議と
自衛隊っていう3文字はなかなか沖縄のメディアは報道してくれません。まあでもそれを嘆くんじゃなくて、我々がこうしてね報道していけばいいかななんて私思ってますんで、これからも自衛隊の方々の頑張りっていうのをどん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 お伝えしていく所存でございます。自衛隊の皆様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで今日も本当に賑やかな番組になっております。しかし真面目な話題、ここから行ってみたいと思います。本日の最初の話題はこれでございます。トン、はい、実は金秀グループオール沖縄から離脱、革新陣営に大打撃というニュースをね、今日はお話をさせていただきたいと思います。さて、金秀グループの五谷さんという会長がいるんですけど、まあ、これまでのような支援のやり方はできない、これからは経済が大切で自分の後ろにはたくさんの従業員がいると言ってですね、今回、このオール沖縄から離脱をね、まあ、宣言をしたということで、まあ、この尾長、ね、こう尾長知事が、まあ、知事選挙に出るときに、まあ、革新というわけではなくて、この尾長さんについてった人たちの、まあ、一人なんですけど、まあ、尾長知事が2年前にお亡くなりになりましてね、そのままオール沖縄に残っていたんですが、やはりここに自分が、ね、いる場所ではないということに、ね、気づいたということなんでしょうかね。さて、この金秀グループ、美咲ちゃんもよくご存知だと思いますけど、いろんなね、あの商売を手広くやっております。例えばこれ、はい、もうこれご存知ですね、うん、はい、県内各地にもうあちこちにあるスーパー、金秀スーパーといってね、わかるよ、リリリもわかるの、はい、まあ、これあのね、私たちが住む浦添の、ね、金秀なんですけれど、あ、はい、まあ、非常に安売り、バーゲンもしてくれて非常にありがたいところでございます。さて、金秀他にもいろんなことをやっております。例えばこのように、はい、建築不動産業、もやってるんですね、はい、すごい、以前はね、この基地建設の工事の方にも金秀さん入っていたんですよ。まあ、ところがこういったオール沖縄にね参加するようになってから、そういったところからはまあ手を引いているということで、まあ、住宅建設、それから金秀鋼材、金秀アルミという建材などもね、グループの中で作っています。はい、その他にね、ちょっとびっくりするのはこのようなリゾートホテル、すごい、はい、うんうん、リゾートホテル、これ女、マリンビューパレスという非常に綺麗なホテルなんですよね。ここもあの結構本当に高級感あふれるね素敵なホテルでございます。で、一箇所じゃないんですよ、美咲ちゃん。そうなんですね。金秀って言ったらスーパーだけみたいなんですけど、うんうん、はい、こういうふうに、これキセビーチパレス、はい、キセビーチのとこにすごいね、あの綺麗な砂浜に隣接して建ってるホテルがあるんですけど、はい、こういったホテルも金秀さんが、すごい、はい、知らなかったです、営業してるんですよね、うん、ですからあの金秀イコールスーパーというイメージが非常に強いんですけど、実際にはね、建設業、そしてあの建築鋼材、そしてこういったあのリゾートホテルをね手掛けているということでございまして、なんとね、売上高、はい、これが965億円、そしてそこで働くグループの全従業員数が2021年3月時点で4794名、まあ、4800名、この会社で働いているということで、まあ、今回この金秀の、ね、会長、その後ろにはこれだけの人たちが、ね、頑張っているということで、まあ、それを鑑みたときに、やはり、基地反対反対だけではやっぱりやっていけないということにやっと気づいたというんですかね。まあ、オール沖縄の方では今回、金秀さんが離脱することについて、まあ、金秀さんを助けることができなかったということを、ね、言っているようなんですが、まあ、昨今のチャイナウイルス蔓延によってね、本業である、まあ、スーパーのみならず、さまざまな部分、特にあの観光業の方でも大きな、
売上減をね出してしまって非常に厳しい中、まあ、このまま基地反対運動にね組みしていくとやはり何かと不利益を被るというそういった計算が働いたのではないかなというふうにね私は思っております。まあ、しかし今回のこの金秀グループの離脱によっていわゆる大きな左翼の方々大発狂、うん、なんて言ってると思います？美咲ちゃん、もうね、うんうん、金秀には買い物に行かない三重に行くって言ってるんですよマジでこんな今まで仲間だったのにあっさりですねあっさりねもう翻しちゃって金秀じゃなくて三栄に行くなんて言ってますけど、うん、まあこっち側の方々も金秀には行かないっていう人もいましたから、まあ、どっちもどっちかななんて思っちゃうんですけど、ね、うんうん、でもなんだかんだ金秀がセールしてたらしらーっと買い物行ってますよきっと。そう言ってますよみんなね、まあ、そんな感じで非常にねオール沖縄にとっては痛手を被ったということで、あとね私やっぱり一番大きな理由っていうのは、このオール沖縄、まあ、尾長知事が、まあ、ご存命の時にはある程度コントロールできていたと思いますけど、まあ、尾長知事がお亡くなりになった後はもうねはっきり言って私はオール沖縄とは言いません。オール沖縄共産党って言うんですよ。いわゆるオール沖縄の中心はもう共産党になっていって、もうねこれ完全に、保守革新が一緒になったものではなくて、もうね革新共闘っていうふうにねもう変貌してしまった。でそのね中心に座ってるのはやはり、まあ、共産党主導だっていうふうに私見ているんですが、もうこのいわゆる企業グループ、今度は金秀、その前はかりゆしグループって沖縄で大手の観光業界もオール沖縄から離れました。それはもう尾長、ね、知事がまあ、いなくなった後、そのオール沖縄の中で、まあ、共産党がメインで影響力を、ね、強めていった。それがやはり彼らにはやはり我慢ができない、そしてそこにいられなくなった一番大きな理由じゃないかと私は思ってますけどね。まあでも美咲ちゃん、こういうふうに今オール沖縄はどん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 今企業がまあ離れていってるっていうことで、まあ、最近では県議会議長もね、今までオール沖縄側だったんですけど、もうオール沖縄から距離を置いて離れてしまったんですよね。まあ、でもこれはね決してオール沖縄が弱体化したっていうわけではないと思います。まあ、確かに、昨今の選挙では保守系がね議席を伸ばしてはいますけど、まあ、はっきり言ってこのオール沖縄共産党というのは靴の裏にへばりついた何みたいに非常にしつこいですから、ね、油断するとやっぱりいけないんですよね。まあ、特にこの来年美咲ちゃんも大好きな玉城デニー知事の挙手をね図る県知事選挙があるんですよ。まあ、でも最近沖縄県民この玉城デニー知事がいかにやっぱり軽すぎるかっていうのやっぱり気づいちゃってる。うん、本当ですか？気づいてきてます。はい、だって時給1000円どころかね、県民には皆さん自粛してください、バーベキューもしないでください、ね、外でやったって映るんですよっつって自分はバーベキューのはしごをやってたっていうのを発信してね、散々にまあ叩かれたこともあったんですが、まあ、その他、まあ、こういったねチャイナウイルス対策も非常に後手後手に回っていてですね、まあ、県民からは何をしているんだと。で最近ではこういった、中部病院のいわゆるクラスターなども県が隠していたっていうことがバレちゃってですね、まさにこの沖縄県政、この戦争末期の、はい、大本営発表みたいになっていて、ちゃんとした情報っていうのを本当に流してるんかななんてね、私非常に疑念に思っていますが、やっぱり県民の中にもこの知事じゃなっていうそんなやっぱり空気がねどん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 湧いてきてる。でもここで油断したらやっぱ危ないんですよ。オール沖縄絶対にですね隠し玉を持ってくると私見ています。私次の選挙では玉城デニー知事はね出ないと思ってるんですよ。本当ですか？もう県民は騙されない、はい、となると県民がねもう涙を流して、あこの人だったらっていうような候補をね絶対に探してくると私は見ています。ですから後継者
っていうのはね、ギリギリまで決まらないふりをして本当はもう決まってるんじゃないかと思うんですよね。はい、まあ、それは私の予想では、故尾長知事のご子息で現在県議会議員の尾長武春さん、はい、この方、うんうん、尾長知事の息子っていうことでね、はい、市議会議員選挙でも上位当選、県議会議員選挙、この市議会議員の任期をね途中まででおっぽり出して県議会議員選挙に出てトップ当選してるんですよ。まあ、それだけね沖縄県民の中にはこう尾長知事のねイメージが広くやっぱり残っていると、まあ、そういったことで彼がギリギリになってね出てきて、ね、亡き父の思いを引き継ぎ、この沖縄を平和で豊かで基地のない誇りある、ね、島に変えていきますということで、そばにお母さんも出てきて涙を流しながらね、私の夫の思いをぜひ竹春に託してください、沖縄から基地をなくして平和な島にしましょうなんて泣かれたら、沖縄県民情にね脆いですから、行っちゃうんじゃないかと私思ってますけど、まあこれ一つの案として、私がオール沖縄の参謀だったらやります。はい、ね、どうですか、革新の皆さん、図星ですか、もしかして。はい、ということでね、いろんなこと言ってますけど、まあ実際どうなるかは分かりませんが、まあ、このように、ね、オール沖縄、ダムの包みが崩れるようにポロ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 今崩れてきてはいますけど、もう絶対にこれは油断しない方がいいのではと私は思っております。はい、ということでね、美咲ちゃんも今日は、はい、リリーもいるし、秘書も言うこと聞かないし、さっきから秘書がなんかねすごい落ち着きがなくなっちゃってるんですけど、一体何をしているんですかね。さて、でもこの金秀グループ、以前こういうこともやっていたんですよ。ご覧いただきます。トン、これ何だと思います、美咲ちゃん。何してるんだろう。これはですね、実は金秀グループに新しく、ね、入社した若者たちを辺野古のテントに連れて行って社員研修してたんですよ。ですからね、今度からはもうこういったねことはなくなるんじゃないかっていうふうに私は思っていますけど、美咲も高校の時金秀でアルバイトしてたんですよ。マジですか。社員になってたら連れて行かれたかもしれない。連れて行かれたかもしれないですね。まあでもね、今年、まあ、来年からはこういったふうにテントに連れて行かれるっていうこともないと思うんで、また金秀をね志す若者たちまた増えるんじゃないかなと思ってますし、まあ、このただ辺野古基金のいわゆる共同代表にはまだ名前を残してるんでね、はい、それと辺野古基金の事務局がこの金秀ビルの中にあるんですよ、まだ。ですから本当にオール沖縄が離脱したのかっていうところについては、やはり保守陣営からは疑いの目を向けられている部分もあるんじゃないかと思っていますが、まあ、しばらく様子見ということに、ね、なるんじゃないかなと思っております。しかしなんか落ち着かないですね、美咲ちゃん。めっちゃリーディーが気になるのか、はい、クリームが欲しいのか。そうですね。はい、ということで、ここでまたガラッと変わって今時のね話題の方に振ってみたいと思います。次の話題はこれでございます。トン。はい、ということで、さくらの視聴者の方々も興味津々の話題をね言ってみたいと思います。さて、この4名、はい、ね、美咲ちゃんも見たことのある人たちだと思いますけど、今、この自民党の総裁選挙が竹縄なんですよね。はい、でもこの自民党の総裁選挙っていうのは、一般の人たちが投票する選挙とはちょっと違います。まあ、どういった人たちが投票できるかというと、いわゆる自民党の、ね、党員の方々によって決められる選挙なんですよね。実はこの、はい、選挙っていうのはこうやってハガキが来ます。これハガキですね、はい、ちょっと開いてみますけど、こういった感じになっておりまして、はい、こっちが半分でこれ切り取られるようになっていて、ここが投票用紙になっているんですよね。はい、そして、この投票用紙に名前を書いたらそのままポストに、すごい、はい、ポンと入れるようになっています。
まあでもね、県によってはここにシールを貼るところもあったりするんですけど、まあ、これ、はい、沖縄の方から来ているんですけど、まあ、シールなんかはありません。ただこれは自民党員だけにしか、まあ、来ない投票用紙で、まあ、私にはしっかりと来ていますけどね。もちろん、はい、ちゃんと名前書きますよ私は。誰とは言いませんけど書きますよ、はい、バッチリ日本のためになる方をね書いていこうかなと思っております。さてこれですね、実は私が前に自民党員限定で誰がね総理総裁にふさわしいのかっていうことをアンケート取ったんですよ。でこのアンケートに参加してくれた方がなんと7000名近く。おー、すごいでしょ。すごい。ね、なんとか通信社とかそういったところのは1000名とか、ね、中にマスコミによっては700名ぐらいでアンケート締め切って結果出してるところありますけど、私のところは自民党員もうオンリーで、それが約7000人。その結果がね、こういった結果が出ております。これでございます。トン、はい、これ実はね、ちょっと前に私やったアンケートなんですけど、自民党員だけ投票してくださいっていうふうにお願いをしたアンケートでは、この高市早苗さんが 81.2%、 次に、ね、河野太郎さんが 12.1% ということでね、あと岸田さん 5.8%、 野田聖子さんが 0.9% なんですけど、ところがマスコミが報道すると全くまた違う数字が出てきます。マスコミの報道ではトップはね、この河野さんがトップで出てくるんです。そして次に岸田さんが来て、次に高市さんが来て、で最後に野田さんが来るっていうことで、まあ別決はね、最後は野田さんでは共通しているんですけど、もうマスコミが報道するのとこうやってツイッターでアンケートを取るのは全く違う、ね、結果が出てくると。でまたヤフーのね、ヤフーでも、このアンケート取ったらやはり高市さんがぶっちぎりでトップだったんですよ。しかしマスコミはこういったものは一切取り上げない、はい、もうあくまでもこの河野さんが優勢だっていうニュースがやっぱり中心になってくるんですよね。まあ、それとさっきの写真の方にちょっと美咲ちゃん戻りますけど、私がちょっと報道の中でおかしいと思うのは、これね、報道するときに本来であれば届け出順、先にやっぱり私出馬しますって言った人を先にこれ持ってくればいいのに、この中で一番最初に出馬表明したのは岸田さんなんですよ。左から2番目ね、はい、この方も素晴らしい人格者ですけれど、次に高市さんなんです。そして一番左の河野さんが来て、最後に野田さんなんですけど、マスコミは不思議なことにいつもこの河野さんをトップに持ってくるんですよ。不思議ですよね。なんでですかね。これはやっぱり私ね、マスコミっていうのはこれ河野さんをなんか当選させたいんじゃないかというふうに私思ったりしているんですよね。まあでも最近こういったね、立候補した方々の、記者会見とかあと討論会とかそういったものをね、どん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 今ネットの方で流れています。はい、そういった中で私がねちょっと感じた、要約したものはこういうふうになります。私は順番的に、立候補を、ね、表明した順に紹介していこうと思います。はい、まず岸田さんですね、はい、岸田文雄候補、はい、これまず1番、コロナ対策として健康危機管理庁を設置ということを、ね、掲げております。そして新自由主義を、ね、脱却し、まあ、日本型資本主義による令和版所得倍増ということで、まあ、これはいわゆる、小泉政権の時にね、何でも自由化だ新自由主義だなんて言って、いわゆる勝ち組負け組弱肉強食のね、そういったものから、日本型のものに戻していこうというそういった、方向転換、それとあと令和版の所得倍増計画っていうのもあるようです。
まあ、所得が美咲ちゃん上がるっていうのはありがたいですよね。本当にありがたいですね。どっかの知事なんかね、本当に時給1000円って言ってから、全然その後約束を守らないですからね、はい、これきちんとやっていただくとありがたいと思います。そして岸田さんはやはり外務大臣やってた経験を生かしてね、国民を守り抜く外交、そして安全保障をね構築していくっていうことを、まあ、おっしゃっております。まあ、この方はどっちかというと本当に真面目でね、少しずつやっぱり日本を変えていこうというそういった意思もあります。ただ自分が総理になりたいっていうそういった思いがかなり強い方なんでね、はい、そういったところはやはり、敵も作りやすいんじゃないのかなと思っております。まあ、続きまして、2番目に出馬表明をしたのはこの方、高市早苗さん、女性の方ですね。でもこの方ね、早々と出馬しますと言ってるのにマスコミが全く取り上げなかったんですよ。まあ、日本のマスコミっていうのはね、普段は、この女性の差別とか女性の社会進出だなんて言っておきながら、なぜか高市さんが出たら取り上げなかったんですよね。いつもはね、すぐ取り上げる、すぐ取り上げるんですけど、まあ、なんかマスコミにとっては都合の悪い方だったんだろうと私は見ています。まあ、この高市さんの、まあ、政策っていうのをかいつまんで書いてみると、いわゆる金融緩和、財政出動、危機管理投資、成長投資ということでね、まあ、私この中で非常に、いいと思うのはこの財政出動。まあ、こういったチャイナウイルスで日本の経済今ボロボロですよ。そういった中で、まあ、プライマリーバランス、いわゆる、政府の収支ですね、いわゆる税収と支出、それをねすぐ黒字化にするんじゃなくて、日本がの国の経済が立て直すまでは、ね、そういったプライマリーバランスを、ね、ある程度無視してどん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 財政出動していくと。で、危機管理投資、これは日本のやはりセキュリティとか、はい、今中国にどん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 日本の、ね、はい、情報が流れていってる。特に日本の、ね、税金で科研費などで、ね、研究した素晴らしい研究結果などが中国にそのまま持ってかれてるっていう現実もあるんですよ。そういったところをやっぱり、ね、直していこうっていうことも、ね、考えております。それ私が非常に気に入ってるのは国家の基本である教育を立て直すと。素晴らしいと思いました。いや、これね、やっぱり、国家100年の経営は教育にありと私普段から言うんですけど、まさにこれよく分かってるなというふうに思います。そして次、敵基地攻撃能力保有の法整備ということでね、まあ、日本に例えば攻めてくる、ね、外国があったとしたら、ただ日本国内でそれに対して反撃するだけじゃなくて、日本にねちょっかいを出してくるんだったらお前たちもそれ相応の反撃を食らうぞと、お前たちのとこにもね、それなりに被害が出ますよっていう力を整備しようって言ってるんですよね。まあ、これ当然大きなやっぱ抑止力になると思います。日本にちょっかいをかければ自分のところにも例えばミサイルなんかも飛んでくると、そういうふうになればかなりね、私日本に何らかの攻撃を仕掛けようというのはかなりなくなってくるんじゃないかと思います。それともう一つ、この方だけがはっきり言ってます。首相となっても靖国神社は参拝するっていうことでね、これ本当にね、私自分たち当たり前のように参拝しますけど、なぜか日本の政治家参拝する人少ないですよ。それはなぜか、やっぱりね、中共にね、中共とか半島の国にね気兼ねしてるんじゃないかと私は思っています。なぜね、日本の国内問題、心のね問題なのに諸外国にやっぱり忖度しないといけないのかっていうのは私とっても不思議に思うんですが、いや、この高市さんだったらね、堂々と参拝するって言ってるところがやっぱりマスコミにとっては非常に都合の悪い、ね、特に中国、韓国、北朝鮮に対しては本当に、ね、嫌な思いをさせるということで、マスコミは嫌がってるんじゃないかななんてね思ったりもしております。そして私がね最近購入した本、こういったのがあります。この本ですね、はい、これ、美しく強く成長する国へということでございまして、初の女性首相へということで、はい、
日本を守る責任、時代を、ね、開く覚悟、私は日本と日本人の底力を信じていると、ね、タイトルに書いてあります。こういった中で私が非常にね、はい、読んでて、まあ、全部はまだ読んでない、最初の方を読んでてすごいこれはと思ったのが、その中にこう書いてるんですよね、はい、日本人の素晴らしさ、はい、日本人が大切にしてきた価値とは何なのかと思われる方もおられるだろう。例えばご先祖様に感謝し、食べ物を大切にし、礼節と公益を守り、しっかりと学び勤勉に働くこと、困っている方がおられたら皆で助けること、そして常に今日よりも良い明日を目指して力を尽くすこと、かつては家庭でも当たり前に教えられてきた価値観が近年まで称賛された日本の治安の良さや国際競争力の源泉だったのだろうと考えているということでね、いやこれ見た時に私思ったんですよ。沖縄でもね、ちょうど復帰前ですか、この沖縄の人たちが本当にキラキラ輝いていた時代っていうのは、今日より明日はきっといい日になるんだっていう、そういったね、希望を持って生きられた時代があったんです。お米が足りなければ隣に行ってお米貸してください、醤油がなければ醤油借りていいですか、そして、お味噌も貸してとか、お互いにそういった、ね、やり取りで、お店ではね、今日持ってないから賭けでいいねとか、そういった本当にお互いの信用、そしてね、あと温かい、そういったね、人と人とのつながりっていうのがすごいあった時代があったんですよね。まあ、ですからこの高橋さんの見ていて、やはりね、今日本どん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 おかしくなっていますけど、やっぱりこういった教育っていうところからやっぱり叩き直していってですね、日本がもっともっとやっぱり成長する、それ日本人であることに誇りを持っているような国にしてくれるんじゃないかという、そういった希望をね、私は持てました。そして続きまして、河野太郎さんも紹介したいと思います。これでございます。トン、はい、河野太郎さん、人が人に寄り添うぬくもりのある社会、年金の最低保障部分は消費税で賄うということでございまして、消費税、消費税増税を、ね、ポロッと言っちゃったんですよね。そして、はい、脱原発、将来は再生エネルギー 100% でやっていけるんだっていう、そういったことをおっしゃっております。そして敵基地攻撃能力、これは高市さんはこれを日本は持つべきだというふうにおっしゃってますけど、もう河野さんはそれに対して否定的、この方防衛大臣もやってたのに、ね、敵基地攻撃能力は昭和の概念だって言って一生に付してしまったんですよ。つまりこんなことになってしまえば、日本にやはりちょっかいをかけている国は、日本の領土まで来てね、いろんな攻撃をしたり人を殺したりしても自分の国は一切攻撃を受けないと、これはちょっと、これはどうかなと私思いますよ。やっぱり人をね、ぶん殴るんであれば、ね、逆にぶん殴られる覚悟を持つっていうのが普通なんですよ、ね、じゃないと俺はぶん殴るけどお前は絶対にぶん殴るなよって言ったら、これまさにね、いじめそのものじゃないですか、ね、いじめられっ子の理論だというふうに私は思っています。やっぱり殴ってくるんだと俺も殴り返すよっていう、そういったものを持つのが私やっぱりね、抑止力だというふうに思っていますけど、ただ河野さんすごい演説上手、歯切れもよくてね、をポンポンポンって喋るんですけど、ただし中身がちょっとないかな、はい、なんかすごい抽象的なことばっかり喋ってて、こんなだああだって言うんですけど、具体的にこうしようああしようっていう、そういった、ね、プランっていうのは全然感じられないですよね、はい、投票用紙かじったらダメですよっていう、はい、はい、ということでね、あとこの河野さん、はい、お仲間がすごい、はい、視聴者の皆さん、もしこの3名が首相、官房長官、そして党の、ね、幹事長になったら日本どうなると思いますか、まず写真をご覧ください。トン、もう
すごい見たことある人たち揃い、はい、河野さんの味方でございます。一番左は、はい、小泉さん、そして一番ね右は石破さんということでございまして、この3名が組んじゃってるんですよ、はい、まあ桜をご覧の皆さんはこの3名を見てどう思いますかね、うんうん、私はちょっとね、あのまさに亡国内閣になるんじゃないかとちょっと心配をしております。ようこんな人たちが集まったなというふうに思ってますけどね。はい、そしてうわこれですよ、ブロックされてる。国民の声を聞くなんて言ってるんですけど、私ブロックされてますから ね、それも私はあの何もね罵詈雑言浴びせたこともないしやり取りしたこともないのにブロックされてます、すごいもう狙われてますね。これでね国民の声を聞くなんて言われてもちょっと納得ができないかなと思います。さて次、野田聖子さん、はい、選択的夫婦別姓の実現を目指すと、で閣僚の半分を女性にするっていうことで、閣僚の半分つまり大臣を半分女性にしますと言ってます、すごい。これって美咲ちゃんどう思います？能力とか見てみないとよくわからないけど、そう、それなんですよ。本来であればやっぱり能力を見てね、あの閣僚に選ぶべきなんですけど、性で選ぶ、男性か女性で選ぶってのはどうかなと、それとね私ちょっとびっくりしたのが、森友問題の解明チームを作り再調査をすると、それが多様性社会を目指す、多様性社会 LGB とかですね、はい、これ正直言ってあの自民党の首相候補が言う言葉ではないなと、どっちかというと野党の人が言ってる言葉じゃないかと思ったんですけど、こういったことは何も首相にならないでもね野党に行ってやればいいんですよ、ね、野党に行って野党の、ね、議員としてガンガンそういった国会でやればいいんじゃないかと思いましたけど、国のトップとしてね自分のところの荒探しをする、そして日本の国防よりはねいわゆる綺麗事に走るっていうのは、私はこれちょっとトップとしての資質はどうかななんてねあの思っております、まあ、ということでね駆け足で今日ちょっと紹介させていただきました、本当はもっともっといろいろお話ししたいこともあったんですけど、今日はですねもうこの横の秘書がですねもうさっきからもう全く落ち着きがなくてですね、はい、もうずっと紐引っ張っているんですけど、まあ、本当はねもっともっと深く掘り下げていく予定でございましたが、今日はこの辺りでね、お話はもう終了ということでね、美咲ちゃん今日はでも本当に素敵な差し入れもいただきまして、私の解禁祝いということで、あのおかめさん、そして、ボギー中佐の方から素敵な、はい、差し入れいただきました、今日食べてまたね元気いっぱいになってね、はい、また張り切っていろいろやってみようかと思います。また今日はあの夜9時からツイキャスの方でも放送がありますので、よろしければ見に来ていただきたいと思います、検索はボギーあチャンネルボギーで探せばねすぐ探せますので、はい、よろしければぜひ遊びに来てください。ということで、本日の沖縄の声これにて終了させていただきます、本日は私ボギーテドコンと美咲ちゃん、そして、美咲ちゃんの、はい、マナ娘のリリアちゃんに全く言うことを聞かない毛深い秘書ナビちゃんでお送りしました。では皆さんまた来週お会いしたいと思います。ごきげんよう。